出発いたしました。男子 800m 競走は第13組。男子並びに女子の円盤投げ競技が開始しております。男子 800m 競走鐘が鳴りまして、残り1周 400m の通過は1分。先頭は東京学館船橋の竹森くん。1着は第7レーンを走りました竹森くん、東京学館船橋、時間2分5秒54でした。